はい、皆さんどうも、Kです。今回ですね、マニアックロッドシリーズ第2弾、今回用意させていただいたこちらのディナーですね、まず番手見てみましょうか。くるっと、はい、260の MLG ですね。ルアーウェイトが4から 12g まで、まあまあ普通のスピニングですよね。ただこのロッドすごいんですよ。何がねマニアックかっていうとね、スピニングでグラス、これなかなかないんですよ。よくシマノで出したなと。こんなマニアックなロッド、長さもね今のトレンドとは逆を行く短め、260っていうかなり短いロッドです。スピニングってね、基本的にルアー範囲って、使うルアーの範囲ね、重さのあんまり広くないんですよ。ただベイトはね、重いルアーから軽いルアーまで全部投げるじゃないですか、ベイトで。だからね結構本数増えちゃったりするんですけど、スピニングって基本おかっぱりの人だったら1、2本が多いんじゃないかな、よっぽどフィネス好きな人じゃなければ。その中で汎用性を取っ払ってグラコン作っちゃったっていう、島野さんこれはっきり言ってね、誰が買うんだっていうモデル、本当に変態しか買わないですこれは、マジで。基本ねグラスっていうことから考えると、例えばねちっちゃいクランクの巻き、シャットの巻きとか、そんなん、あとはあのトップ系、虫とかポッパーとか、そんなに向いてると思うんですけど、今回は無理やりワームとかも使って感度とかその辺使えんのかっていうのを見ていきたいなと思います。でこれね、ゾーディアスっていうのがまた良くて、値段が安いからあんまり恐れなくて済むっていうね。じゃあ早速フィールド行ってみようか。はい、フィールド出てきました。でこのロッド1本にバッグね、軽くして小物ケースとルアーケース1個ぐらいでその辺を打ち歩いてみようかなと思います。ノイケトップやってもいいんですけど、もうトップっていう感じの天気でもないから、ちょっととりあえず小型ミノーでライン4ポンド障害物周りでね、ミノーをトゥイッチで踊らせて誘ってます。まあ野池なんですけど、琵琶湖とつながってて、でそのつながってるところの水路ですね。あ、なんかダタっぽいな。ベナベナなんですけど、まあ、ML だからなのか、シマノのあのシャッキリ感のおかげなのかわかんないですけど、うわこれだるすぎて使い物ならんよっていうことはない。このぐらいならトゥイッチも全然できるし、あとはワームやな、ワームがどうかってとこですね。ちょっとルアー変えてみようか。これね、かわいいでしょ。あー心地いいね、やっぱグラスで巻く巻き物は心地いい、心地いい。でね、竿が柔らかいからキャストがやりやすい、あそこの足とかね、ちょうどいいところ。もう一回行くよ、こんな感じ。竿先見えるかなこれ、じゃ竿先見てもらおうか。見て、結構曲がってるでしょ、この小粒のクランクにしては。よし、ぐるーっと巻いてきて足際ですね。うわ、あー来た、ギル、ギル来た、ここのね足から出てきた、浮いてる時にめっちゃギルおるやん、ブルーギルが。はい、ちょっとね風が強くなってきたんですけど、今度はねワームがいけるかどうか、グラスでワーム、まあ、基本ねグラスって言ったらなんかプラグとか巻き物のイメージあると思うんですけど、試してみたいなと。ダウンショット 2g ちょいのシンカーですね。それにサタンワンつけました。風強いんですけど、追い風、うん、十分やね、飛距離的にはね。あとは操作感やね。
悪くないわ。こんななんかモッサーしてるっていう感じでもない。割とちっこいのとかはねストックしてるようなエリアだと思うんですけどね。いやこれ向かい風やわ、向かい風変わっちゃった。くそー、フラッ、基本フラットエリアなんですけど、場所によってね深い浅いがあって、多少深いですねここは。え、ちょっと待って、当たりない？うそん。穏やかな日にね小バスがいることを確認してたんで、これは予想外ですね。当たりないとかマジ？あ、食ったかこれ。あ、食った食った、食った食った、やった、グラスですれた。ちょっと入られる入られる。あ、なんかよう引くな。あ、やべ、ウィードに。あ、やられた。やられました。餌だけ持ってかれた。手前にねウィードが生えてるんですよ。見えるかな、見えへんかな、うっすら映ってるかな。そこに入られました。うん、なんか色的にねデカギルやったような気がする。ちょっと当たりがあったコース、あの辺かな。あ、また当たったか。あ、当たってんなこれ。溜まってるか。メダカみたいなサイズかなこれ。グラスでメダカ。この日はねフォールと着底後のステイに反応が良かったですね。あ、食った食った、おっしゃ。どうだ、バスか。バスやん。バスやん。バスです。あ、プリッとしてるね。おっしゃ、みんな見て、グラスでバス。綺麗でしょこのバス。見て、ホッコのバスってむちゃ綺麗なんですよ。宝石。ワームでも全然使えるってことがよくわかりました。はい、ありがとうバス君。いやー、いけるね。多分ねここは何本も釣れると思う。あ、くた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 。あれ、ギルやな。あのサタンはもう一発で食えへんってギルやろ。グラスでワームをシコシコやるっていうね、これまた変態よね。あ、くた。ちっちゃいな、すぐ離すな。巻きもん好きでほとんど巻きもんやるけど、たまにワームも使うよっていう人はいいかもしれないね。で、あとは値段が安いから晩秋とか冬のシャットとかそういう時用に一本持っといてもいいかもしれないね。時期が良かったら巻きもんとかでもいいと思うけど、今夏やしな、夏の昼に巻きもんはなかなかハマらん。いいとこ行ったぞこれ。ほら、食った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 。おっしゃ、食った。ほらね、ええとこ行ったら食うんですよ。はい、出ました。サイズダウンですね。あ、ごめん。いや、こんな爆風の日久しぶりやで。やば、暴風のやつつけてるからわからんかもしれんけど、すごいよ今マジで。何これっていうレベル。うわー、すげえ。竿が押されるもんね風に。いや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 、これはやばいって。よし、まあね、ちょこっと使ってみたところですね、思った以上にマニアック度合いは弱い。こういうワームでもねきちんとできる。で、6フィートの長さなんで扱いやすい、取り回しがいい。グラスなんでダルンダルンかなと思いきや、別にねサタンワームのこれ 2g ダウンショットなんですけど、普通にシェイクできる。こうやってネコリグちょっとやってみたんですけど、ネコリグはちょっとそんなやったかな。で、プラグもね全般いけるね普通に。巻きはもういいですよ、優等生です。本当に K さんおすすめなんですかって言われると、おすすめじゃないかなっていう感じはするんですけど、興味ある人はね買ってもいいんじゃないかな。別に後悔しないと思う。
またね晩秋とか冬場に使ってみよう。